サーさん、笑わないでくださいね。絶対の絶対ですからね。いつも同じ電車でずっと見てました。あなたのことが大好きです。はい、やってみます。今私の目の前には大好きな人がいる。ずっと見てるだけだった大切な人。ああ、なんだか胸がドキドキしてきました。温かいような切ないような。ずっとあなたのこと大好きです。ありがとうございます。このセリフの気持ち深めた気がします。あ、はい、監督からは好きに演じていいって言われてるんですけど、私アイドルになってからデートとか全然したことがなくて。あ、もちろんアイドルになる前もデートとかしたことないんですけど。お、でも男の人と二人で買い物するのがデートなら、私プロデューサーさんと。いや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 、何でもありません。やっぱりデートシーンは練習しておいた方がいいでしょうか。よろしくお願いします。初めてデートするときって何するのかな。どう思いますか、プロデューサーさん。そうですよね、そういう可愛いデート憧れちゃいます。二人で一緒にアイスクリームを食べたり、映画を見たり、ショッピングをしたり。ありがとう、とっても楽しかった。また二人で会いたいな。もしプロデューサーさんとちゃんとデートしたらどんな感じなのかな。なんでもないです。なんかどんどん想像が膨らんじゃって。あ、ごめんなさい、本番では余計なこと考えずに演技しますから。あの、なんだか上手にやれそうな気がします。本番期待していてくださいね。
難しいですね。なるほど、それが黒ってキーワードに象徴されているんですね。その例えすごくわかりやすいです。なるほど、ビターな私ですね。でもビターってどうすればいいんですか？チョコの味ならわかるんですけど。セクシーなイメージですか？わかりました、やってみます。こんばんは、天海遥です。大人っぽくて難しい。こうですか？はい、私もなんだか別人になったみたい。少し変えただけで新鮮な気持ちになります。はい、ビターな私、なんだか自分でも楽しみです。気にしないで、くつろいで、ゆったりして。
ちゃってくださいね。ねんねんおころりふんふふん、ねる子は育つよふんふふん。おはようございます、プロデューサーさん。そろそろ起きる時間ですよ。はい、ほんの30分くらいですけど、どうですか？少しは疲れ取れましたか？プロデューサーさんの寝顔って赤ちゃんみたいで可愛かったです。お役に立てたみたいで嬉しいです。また感謝でやりますからね。わかりました。ありがとうございます。
私のことすごく大事に考えてくれて、これからも私頑張りますね。大切な人たちに喜んでもらえるように。ここまでお疲れ様。では君たちのアイドルランク報告だ。今日はお疲れ様でした。今日はどうもありがとうございました。またよろしくお願いしますね。ずっと二人で一緒に。